ジーどうでした、こちらガクトブチャンネルのガクトでございます。今回の動画はコラボ動画となっております。お子様ブランチより五十嵐正史さんと三島さんに来てもらってます。お願いします。どうもジーイエーイ。はい、これだとシェイになるんでこっちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、正史でーす。三島でーす。お子様ブランチでーす。渋滞しとる。渋滞してるんですよ。いい滑り出しですね。はい、やっぱお会いしたかったんですけど、はい、藤原さんに。 ありがとうございます。本当にもう番組ね、こうやって始まる前に、はい、ちょっとやっぱお近づきの印をね、ちょっと賄賂を渡しといた方がいいかなと思って。え、本当、いやもう始まってますよ、うん、え、あ、賄賂に。ちょっとじゃあ止めておいてください。いやいやいや。見えとる、見えとる、こうやって。あ、ね、ちょっと今こんなご時世ですからね、ちょっとこんな感じで渡してすみません。え、なんですか、本当に。しかもちゃんとしてるじゃないですか、すげえ。モーニングルーティンでアラジン歌ってますよね、はい、でナイトルーティンで、はい、まずグミ食って、はい、パックして。よう見てますね。まあだから、はい、きっとね、梶原さんは寝る前に紅茶が好きだなと。おうおうおう、マジですか。最近僕がハマってる紅茶を。いや、開けていいんですか。もう、あ、いいですよ、開けても。おしゃれなやつじゃないですか。そうね、あの左側のガーディアンっていうね。しかもなんかまだ入ってる。あ、そう。それはあの梶原さんがグミ好きじゃないですか。はい。それあのハーブグミなんですよ。何？ハーブグミ。ちょっと体のこと考えて、寝る前にあの睡眠効果を高めてくれる。すいません本当に。いいな。ありがとうございます。いいな、梶原さんばっかりいいな。いらないでしょ。いいな。いらないでしょ、ミシトモさん。あげますったらいる？飲む？え？飲まない。でしょ。ほら。飲まないです。うわ、もうありがとうございます。ちょうどそのガーディアンっていうのが我々の新曲のあのおまっとさんっていう中であの歌詞で重要なキーワードでガーディアンってあるんですけど。ちょうどね。ちょうどガーディアン。まあそういうのを仕組んだわけじゃないんですけど。それ好んで飲んで。本当ありがとうございます。本当だよ。本当。どんなボケも許します今日も。いや、それだけじゃない。まだあんの？それだけじゃない。まだあるの？ちょ、ね、今日嘘でしょ。あのね、ちょっとね、梶原さんグミばっかりじゃない？はい、どうぞこちらも。え、もう多い。可愛いし、色のりパッと見グミなんですけど、はい、寒天なんです。寒天、体のことを考えまして。なるほど、めちゃくちゃ考えてくれてる。お家帰ってからグミまず食べるじゃないですか。食べます、食べます。その中にもし和菓子的なね、はい、要素が1個入ったらどうなのかと思って。いや、いいと思います。たらなもうありがとうございます。宝石箱って書いてますもんね。お前や、彩りがもう宝石箱や、宝石箱や。さすがいい声。ありがとうございます。今日はとにかく、はい、とことん、はい、梶原さんに我々がプレゼンしたいと思うんですよ。なぜかっていうと、はい、我々は梶原さんとお友達になりたいんです。お友達、はい、それな、はい、そんなわけでですね、はいはい、ここは台本通り行かせていただきますね、はい、本日は、はい、僕らが企画を提案させていただいてるんですけども、はい、梶原さんは、うん、コミュ障で、うん、なかなか友達を作るのが得意じゃないって。いや、なんで読んでる感出すの。いや、だってコミュ障って。いやコミュ障って、コミュ障。いや、すごい驚くやん。そんな驚くことじゃないですよ。友達になりにくいんです。いや、そうなんですよね。やっぱそういうなんかリアクションもあんま得意じゃないし、こう心の中ではすごい、はい、ちゃんと思ってるんですよ、うん、でそれが表に出ないんですよね。なるほど、ね、っていうところもあって何考えてるか分かんないよって言われることが。へー、そうなんですよな。今日は、はい、梶原さんとお友達になるために、はい、なりたい、梶原さんとご飯を食べるなら、はい、というテーマで、はい、プレゼンをご用意させていただきました。あら、僕が惹かれるご飯をプレゼンしてくれるってことですか。リサーチさせていただきました。最近ちょっとご飯に目がないんでね、僕。じゃあまず三友さん。おい、じゃあ僕の渾身の一発見してやってください。僕がプレゼンする食べ物は、はい、テーマ大人になっても食べたいあれ。おお、はい、じゃあ梶原さん、この画像から見ていただきたいと思います。はい、でん、はい、え、めっちゃ料理してるじゃないですか。肉切ってます、これもしかして。そうなんです、これ肉ですよ、肉。なそう、はい、こう見えてかなりの腕が。あ、本当ですか。そうなんですよ、僕めっちゃ料理うまいんですよ、自分で言うのもなんなんですけど、マジでうまいです。なんかでもね、何を言っても冗談に聞こえてしまう。本当にそれは否めないやつです。否めない、はい、大人になっても食べたい、はい、ま、なんでしょうそれは、はい、お肉からの、はい、でん、おー、例のね、この、あ、何でしたっけ、 あの人、あの塩巻きおです。僕名前わかんないですけど、あの塩巻きお兄さんです。
ここのここのルートの意味合いが全く分かんないですけど、ここのなんかね、皮膚のなんか出汁がね、出汁はいらない。いや梶原さんにもちょっと食べてほしい。いらないです、いらないですか。あ、ほんですか。次ね、はい、でんおお、はい、これ様に躍動感がある。そう、様になりますアピールです、はい、あれ、これ分かりますよね、今何炒めてるか。これウインナーですよね。そうです、そうです、タコの。正解、正解です。あ、大人になっても食べたいってことは、子供の時食べたやつっていうと、はい、梶原さん何想像します？ハンバーグですか。ハンバーグ、おー、間違いないです、間違いない。梶原さん、今ちょっと僕らのお子様ブランチの有効度がピュー上がってきましたよ。まだ無理くりですよ、今まだまだ早い。本当、まだもうちょっとじらさないといけない、もうちょっとじらさないと、まあこんなのがありながら、はい、で僕が紹介したかったのは、はい、これなんです。ででん、あら、お子様プレートじゃないですか、これ。そういうことです。え、大人になっても食べたくないですか、なんかお子様プレート。食べたいけど。お子様ランチ、すげえちゃんとしてますね。はい、これ作ったの。嘘でしょ、これ全部一人作ったんです。似合わなすぎでしょ。マジで料理うまいですよ。そうなんですよ、これ。この格好やめたらどうですか。シェフっぽい方がいいですか。そうですね、シェフっぽい方が。見た目に惑わされますよ、みんな。これ我々の2曲目ですね、はいはい、楽曲でお子様ランチっていう曲なんですけど、はい、その PV の時に作ったやつ。へぇー、はい、ね、まあ、僕はこんな感じで、お子様ランチ的なやつですね、はい、作ってみたんですけど、どうですかこれ。いや、めっちゃ食べたくなりましたね、これは。ですよね、僕すごいんです。マジか。はい、マジなやつだったんですね。マジなやつ、マジなやつ。信用してなかったです、すいません。食べたくなりましたよね、食べたいですわ、今ちょうどお腹空く時間だから。ですよね、うん、これ行きたくなっちゃいますよね。作りますよ、ね、うわ、友達になってくれたらガンガン作れますよ僕。キャラがちょっとな。あれ、おかしいな。まあそんなこんなが、はいはい、ありまして、僕の方はこんな感じで。ありがとうございます。魅力的でした、とても。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、いや今日の三園さん絶好調ですね。ブン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 。梶原さんにとってはちょっとうざいなって思ってると思うんですよ、はい、そうですね。まあやぶなし。なんだけどちょっと見慣れてる僕にとっては、はい、ものすごく心地いいんですよ。あ、なんか、あ、それがやっぱ長い時間を過ごした、そうそうそう、絆ってやつなんですかね。流すとか流した方がいいですね。わかりました。なんか僕ツンな方が燃えちゃうタイプなんで。いや、別に燃えられたくないですよ。次、まさしさんが何か。もちろんです。結構いろいろ考えたんですよ、はい、梶原さん最近キャンプ飯とか、そのキャンプとか、はい、好きですね。でしょ、すっごいリサーチしてくれてる。僕もキャンプ大好きなんです。あ、本当ですか。中学校までボーイスカートやってて、はいはいはい、日本ジャンボリーとか言って、日本全国世界から集まるボーイスカートの大会があったりとか、出たりとか。すごい、もうめっちゃ好きなんですよ、はい、だからキャンプが好きだって聞いて、あ、梶原さんとキャンプやりたいと思って。はい、でそれにちなんで簡単にね、キャンプ飯できちゃうよっていう。めっちゃそれ聞きたいわ。キャンプ飯のね、大事なのってまずもう手軽なことですよね。そうですね、缶詰使ったりとか、あるね、パッケージあったりとか、はい、もうそういうの使ってどれだけ見栄え良くするかっていうのが、まあ、今回ご紹介するんですね、うん、じゃあ全体像からね、はいはい、まあ、使うのはシャウエッセン、ベーコン、はい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 、でカマンベール、うん、まあ、あとはオリーブオイルですね。ほう、まあ、アレンジあれば、やっぱニンニクは大事なんですけど。あ、よく入れますね、ニンニク。ニンニク好き。ニンニク好きです、好きです。オリーブとね、ニンニク炒めるとね。あ、いや、めちゃめちゃいいですね。ね、いい香りがふわって。はい、それもまず。めっちゃわかる。ほんとふわーっていうね。なんでこう高校生の女子たちがね、こうやる、うん、無理くり入りたい。わかるわかる。無理くり入りたいね。ほんとわかる、それ。そう、いいね。それな。見た目は。おじさん、はい、中身が JK、 変な、はい、JK、 そうです。もうすいません、おこぶらのコンセプトがいいとしたおっさんが大はしゃぎっていうのが第一原則なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。すいません、その第一原則に乗っとってます。で、そんなわけでね、はい、この材料を使って、はい、まあ、まずベーコンを、巻いとる、巻きますね。うわ、まあ、カマンベールはもう美味しい、食べたいサイズ、はい、すごいねこれ。ソーセージにベーコンって欲張りすぎじゃない？欲張りですよ。肉に肉巻いてますからね。そう。でもこれがいい感じにね。次の写真。ねえ。もうニンニクとオリーブオイルの香り充満の中にこの子たちを投入するわけですよ。ね。そう、今焼かれてる最中。想像してください。熱い。プチッチッパッチッチッパッチッチッパッチッ。梶原さんがこの中で今感じてくれてます。今。
ベーコンの気持ちになってます。そしてそこに現れたシャウエッセン。バーン。それを一言で言うと、あ、俺？いや、振られたんですね、今。気づかないですよ。急に景色変わったなと思って。感じてました。感じてましたよね。あのちゃんとはなんか上がったなっていうのは想像できました。ありがとうございます。でも急に切り替わりすぎですよ、ね、焼いてた音から急になんか出てって上がりましたけど、はい、もうこれがきらめきの力でございますので。そうなんです。そうなんです。もうこれもうカマンベールはいい感じに溶けて、このウインナーとねベーコンのやつの上にこう乗っけるわけです。うわうまそう。これ外で食ったらマジうめえ。うわやべえ。これ外で食うからうまいんですよ。確かにぽいっすね、キャンプ飯っぽい、うん、寒ければ寒いほどカロリー必要だから、はい、このぐらいのあの高カロリーのものを確かに取って、それは言えてる。みんなで温まる。はい、はい、いやでもすごいいいと思います、キャンプ飯の。このまだ先があるんですか。ちょっとね、あのこれじゃあの梶原さんねダメだなと思った時に、はい、もうお家でも簡単にできる、はい、なんかこうやり方をね、ほう、あのした方がいいかなと。豚肉とか結構臭み強いじゃないですか、はい、で安い肉とかだと硬くなっちゃうから、うん、まあ、あの最初叩いてね、あの下ごしらえしますけど、うん、ちょっと僕の提案するものがね、デレン、おお、そう、わさび、わさびをわさびまたこれ塗る、おもむろに飛び出してきたわさびみたいな。どういうことですか。でも結構わさび塗りたくってますね。そう、表と裏両方にこれ すごい塗るね。そう塗るんですよ。そんな塗って大丈夫ですかと思うじゃん、はい、とりあえず塗りにしてからの、はい、からのこう焼くんですよ、うんうんうん、でこれで蓋をするんですけど、トングにわさびすごいことになってない。あ、そう、なんでトング使ったかって、うん、キャンプ飯意識してたから。あ、そういうことだ。なるほどなるほど。想像してくださいっつって、ここはキャンプ場いかがでもいいかな、あ、やっぱりあの奥多摩らへんでいいや、なんか出てきた、あ、SL か、これ鉄、うん、なんか多分あの銀河鉄道ですね、星空に鉄道がなんでだ、キャンプ場を見上げたら銀河鉄道がねこう走ってるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、今ねこの想像にねあの近づけようと思ったけど無理だ。銀河鉄道から豚のねあのわさび焼きできない。できんだね。できない。いい発想だったけど、いや、はい、僕もちょっと想像力追いつかなかったすいませんということで何ですかこれは。え、これでやっと正解がからのこれだけです。あ、これだけなんです。なるほど。あ、醤油につけて食べる。食べる。なるほどね。たったこれだけ。もううまそうだもん。これほんと臭みもなくなるし、肉も柔らかくなる、はい、あ、肉も柔らかくなるんですか、うん、甘みがちょっと増す。へえ。でも辛さとか大丈夫なんですか。全然全然。いや、めっちゃうまそうですね。これだけ肉が、安い肉が生まれ変わるんですよ。へー。というわけでね、はい、我々からのこんな簡単に、料理もできる、そういう、はい、技術を我々持ってます。いや、すごいですよ。いや、僕絶対ふざけたやつ来ると思ってたんですけど、すげえガチだったんで、ね、今ちょっと逆に上がってます。やったそう、やっぱりちょっと違う、ちょっと違う、こう、おいじほらほらー、ちょっとちょっといろいろリサーチの結果、はい、梶原さんにはもうガチ系のね、いやマジだったんで本当びっくりですよ。どうすか梶原さん、どっちがいいですか。どっちがいいですか。じゃあ2人でキャンプ行くとしたら、はい、どっちはもうその迷惑でしょ。いいっすよ、全然 僕ぐらいあの美味しそうなのあるから、さっきの賄賂とか加点しちゃっていいですよ。一緒に作って食べたいのどっち。うん、ドルルてん、まさし、イエーイ、そう、それ、決定の決め手は、一緒に作ってっていう意味ではみちさんのやつは、はい、ちょっとクオリティが高すぎて、はいはい、追いつけないなと思っちゃったんですよね。なるほど、逆に食べるだけならいいけど、そうです、そうです、なんか一緒にってなるともう任せた方がいいって思っちゃいました。これはすごいなんかお手軽だし、キャンプとか行って一緒にこうできると思って。あ、確かに野郎飯かな、やっぱり。そうですね、手軽な部分とか、なんか僕のそこが良かったですね。繊細ですもんね。そうですね繊細ですね。この姿から繊細なものが出てくるとは思わなかったね
驚きましたけど素晴らしかったです。でもどちらもめちゃくちゃ美味しそうだったそんなわけでこんな2人ですけど、はい、いやいやでも2人のプレゼンが思った以上に良かったと思います。本当マジであれ僕と友達になるためにやってくださったんですよね、はい、そうです。めちゃめちゃ良かったんですけど、うんうん、ちょっとみちさんのボケが多すぎて落ちちゃった。そりゃペットボトルも落ちるよな。そうマジか、はい、ちょっともう一回やりませんか、はいはい、ワンチャンありっすか。だからおこぶらさんのチャンネルの方で私と友達になるための何かをしましょう。ありがとうございます。なんだ僕なんかいつも頼む側なのに頼まれてるっていうすげえなんか変な感じなんですけど。ありがとうございます。いやよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いしますというわけで、このお二人おこぶらさんのチャンネルの方でも僕コラボとして出させていただきますので、そちらでもぜひ動画チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この動画良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあまたお二人のチャンネルの方でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございました。楽しかった。いやたった今ですね、おこぶらさんとガクトモチャンネルのコラボ動画の撮影が終わったんですけども、はい、っていうかじゅんたくん、あれいなかったですよね駆けつけて今来ました、お疲れー。しっかり着替えちゃってね、はい、大丈夫でした。ちゃんとお二人とも、いやもう抜群に楽しかったもんね。いや楽しかったです。いや本当にわきあいあいでいい撮影だった。盛り上がって、はい、盛り上がって盛り上がって、あもうじゃあしっかり CD の告知もして、ええあれん CD? 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 こいつらやべえよどうしたんですか。いやいやけねー。いやいや俺 CD の告知今日来たんでしょ。そう全く忘れてた俺本当。マジで忘れてた。頼まCD 出したんですか。ええ、そうなんです。実はですね、はい、お子様ブランチがですね、はい、フィーチャリング寺島純太ということでね、新曲、はい、おまっとさんという曲を、あらシングルリリースです。あら言わなきゃダメじゃないですか。そうだよ、すっかり忘れてた。友達になることに必死すぎていや本当に必死だったね。見失わないで大事なところあったはい、というわけでですね、改めまして、お子様ブランチフューチャリング寺島純太、はい、ということでですね、ファーストシングルですね、はい、そうさん、そしてカップリング曲足音、うん、はい、でオーディオドラマ、置き手紙ということで、ね、手紙、出させていただきました、はい、まあ、詳しくは、はい、詳しくは、うん、お子様ブランチの公式ツイッター、はい、あとは、ホームページを見ていただければと思います。お願いします。はい、はい、それね、はい、これだけはあれですよね、あのスペシャルボックスと、そうです、メニュー版があって、そうです、2つ携帯ございまして、はい、メニュー版と、スペシャルボックス版があります、うんうん、スペシャルボックス版はなんとお子様ブランチのファーストライブ招待チケットが入っております。買うだけでライブが見れる。しかもその前にライブの前に、寿司食べ会というオンラインイベントが一緒に参加できます。豪華やな。今回まあこれ見てもらって分かる通り、寿司屋のモチーフにした曲でございますんで、それにちなんだグッズがなんとスペシャルボックスには入っております。お得ボックス、はい、キュッキュッと入ってますんで、そのままっとる、はい、グッズを使ってなんとオンラインイベントで寿司を食っちゃったりします。素晴らしい、からの、寿司食べ会やって、その後はみんなで楽しくリアルでコンサート見に来てくれよなっていうことで、はい、僕らと純太さんを今回出ていただきつつ、頑張ります。はい、今まで やってる曲と新曲もやります。新曲頑張ってこれからいっぱい作るんですよね、はい、いやもうライブ楽しみですよ、ほんと。はい、これちょっと買うしかないじゃろ。うわすごい、何がすごいんですかガロがガロが出たじゃあガクト君もね、友達だったからね、コンサート来ればいいよね。いいんですか、うん、ありがとうございます。まあその前にですね、見るもありますよ。あ、何、あの僕もね、おこぶらさんのチャンネルに出させてもらってるんで、そっちもぜひ確認してください。チェックチェック、お願いしますよ。